グラクソスミスクライン。グラクソスミスクラインは、イギリス・ロンドンに本社を置く世界有数の規模を持つ、グローバル製薬企業。略称は、GSK、ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所上場企業。日本では、グラクソスミスクライン株式会社が、現地法人として置かれている。ステロイド吸入剤などの気管自然息治療薬や、 ヒスタミン H20 容体気候薬、ザンタックなどを開発、発売していたグラクソと、ゾビラックス、抗ヘルペスウイルス剤や、レトロビル、抗 HIV 薬な世界で初めて抗ウイルス薬の開発に成功した、バローズウェルカムが1995年に合併、日本法人は1998年に合併して、グラクソウェルカムとなった。その後、世界初の H2 ブロッカー薬タガメットや、 オーグメンチン、ペニシリン系抗生物質、パキシルなど、世界的売上規模を誇る製品を開発、発売してきたスミスクラインビーチャームグラクソウェルカムが2000年に合併。日本法人は2001年1月に合併して、発足した。ザンパックとタガメットは、同薬理を持つ同行の競合品であり、自社品同士での競合を避けるために、タガメットは、他社販売へ移管している。 日本では、タガメットは大日本住友製薬が販売、ザンタックは第一三共との共同販売活動を行っていたが、2008年4月1日から自社流通のみに変更した。なお、グラクソウェルカム、グラクソスミスクラインそれぞれの合併時に売上規模などで世界一位となったが、その後ファイザーが、ワーナー・ランバート、2000年、ファルマシア、 2003年などを買収して世界一位となっている。ルコゼード、ライビーナとその事業基盤をサントリー食品インターナショナルに2106億円で譲渡した。日本では2002年にアース製薬と米国のブロックドラッグが提携していたブロックドラッグジャパン旧小林ブロック小林製薬の子会社の経営を統合しブロック車製造の商品も グラクソスミスクラインが受け持つようになる。2005年11月より、アラガン株式会社が輸入販売していたボトックスを扱うこととなった。また、2015年3月には、コンシューマーヘルスケア事業本部が、ノバルティスファーマ株式会社の OTC 事業部と統合し、両社の合弁事業として、グラクソスミスクラインコンシューマーヘルケアジャパン株式会社が新たに設立された。 詳細は後日、グラクソスミスクラインコンシューマーヘルスケアジャパン株式会社グラックススミスクラインコンシューマーヘルスケアジャパン系、k 以下 GSKCHJ 社はグラクソスミスクラインのコンシューマーヘルスケア部門における日本法人でグラクソスミスクライン株式会社の子会社である。本社はグラクソスミスクライン株式会社と同じである。年月に GSK グループ、日本法人の本社移転に合わせ、当社も本社が移転された。2015年3月に、グラクソスミスクライン株式会社のコンシューマーヘルスケア事業と、ノバルティスファーマの OTC 事業を統合し、両社による合弁会社として設立した。設立当初は従来通り、グラクソスミスクライン株式会社と、ノバルティスファーマ株式会社がそれぞれ販売を担当。 その後、2016年からは、グラクソスミスクライン株式会社から継承した製品が、次、GSKCHJ 社へ移行。また、ノバルティスファーマ株式会社が取り扱っていた、OTC 医薬品も、同年5月30日をもって、製造販売承認を GSKCHJ 社が承継したことで、OTC 医薬品の GSKCHJ 社への承継。 投合を完了した。なお、あまり社名を全面に出さず、商品名だけで宣伝し、提供クレジットや CM でテロップを出す程度である。アメリカ合衆国で2012年、グラクソスミスクラインが30億ドルの罰金を支払う、ことになったのは、選択的セロトニンサイトリコミソ外薬、スリーのパキシル、パローキセチンの小児での有効性示さず、自殺行動のリスク増加にかかわらず、 子供や青年への適応外用途を謳ったことや、糖尿病治療薬のアバンディアの鬱血性、心不全などの危険性について、臨床データを提出するのが遅れたため、6年間、アメリカ食品医薬品局の警告表示が不足していたこと、抗うつ薬ウェルブトリニア抗転換薬のラミクタールを適応外用途で病気検念したことが理由である。これにより、 アメリカ合衆国司法上における罰金最高額の記録を塗り替えた。子宮頸癌、ワクチン、ヒトパピローマウイルスワクチンに関して、日本での定期接種の推進のための報告書などにも使われた研究は、利益相反行為と GSK の所属を隠蔽し、発表された論文であった。2013年に中華人民共和国での増外事件を皮切りに、ポーランド、イラク、ヨルダン、 レバノン、シリアでも疑惑が起こり、シリアでは法律に違反して、医師や薬剤師、政府高官に対して、現金や講演料、接待といった形で贈賄を行い、2014年5月にも、イギリスの重大不正捜査局、SFO による刑事捜査や、アメリカ合衆国司法省も、連邦海外不敗行為防止法に違反る疑いで、調査を開始している。 グラクソスミスクラインの中国法人は2014年9月、贈和遺罪によって30億元、約530億円の罰金が言い渡された。同社幹部5人には執行猶予付きの2から3年の懲役刑が言い渡され、うち1人は国外退去となった。現在現在の提供テロップはグラクソスミスクラインである。その他には週替わりで、 テレビ番組に提供するが、基本的に、スポット CM。以前の社名、小林ブロック後のブロックドラッグ時代から、数々のテレビ番組などの提供番組では、ポリデント、または、ポリグリップの CM が放映されていた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。